リサー。ま、マリサー。な、なんかしばらく見ない間にこんなのできてるんだけど何これ。なんか、この間も物価高騰とか、いろいろ上がってなかった？というか、この間上がったばっかじゃなかった？ふむ、というわけで早速解説していくんだぜ。さて、今回関係各所から6月の電気料金値上げが発表されたわけなんだが。いや、ぶっちゃけやばいよね。政府は16日に物価問題に関する関係閣僚会議を開き、電力大手7社が、申請していた家庭向け電気料金の値上げ幅を確定するという方針を了承したんだぜ。つまりどういうことだってばよ。すまんのお前ら、6月1日から電気料金上げるんを。全く納得できないんだけど。だいたい、この前もなんか 30% ぐらい値上げしてなかった？なんでなの？ちょっと営業努力足りないんちゃうん？ふむ、一応各社の回答としては値上げの理由については、火力発電に使う燃料の液化天然ガスなどの価格上昇が理由とされてるな。でもさ、これ以上電気代上がると、さすがに企業や電気よく使う店はもう本当にやりきれないんじゃないの？なぜかまだ潰れないパチンコ屋ですら北陸の 42? とかさすがにもう店を畳むレベルじゃない？まあ、パチンコ屋な謎の生命力とパチンカス財源で生き残るんだぜ。一応今回の値上げには政府としても厳格な査定をした上で、家庭向けの規制料金のみに限るみたいだな。そこは家庭用は除くってして欲しかったんだけど、これじゃあ、夏とかどうやって過ごすの？今の日本は激圧の国になっちゃってるし、扇風機なんてもううちわと同じレベルだよ。まあまあ、これでも当初の予定と比べると燃料費調整や電気料金緩和策を加味すると、低めに計上できた方らしいんだぜ。わぁ？百歩譲ってロシア問題とかで燃料が高くなるのは分かったけども、逆にこれって下がることはあるの？ないです。厳密に言うと日本の体質上税金や公共料金なんかっていうのは一度上げると、なぜかそこに利権や天下りなんかが絡んですでに上がった税率で予算を組んでたりするから、ってな感じだし。ねえ？っていう謎の圧力で基本的に下がることはないんだぜ。じゃあ、今回のことについてももう下がることはないと？もちろん、本当に急に下げられるような見直し案が出て実現可能ならあるだろうがさすがに。あるならとっくにしてるし下げなくても実質、殿様商売な日本の電気は、下がることなんてないんだぜ。世知辛すぎんか？でもさ、なんで値段の上げ幅が違うの？みんな一律じゃないよね？そうだな、やっぱり地域ごとの発電所の利益状況や、原発や水力発電の有無など、いろいろ左右されたりはするが今回は燃料費の高騰ってことなので、原発があるかないか、そこからさらに水力、風力などの自然発電の有無で決まってきてると思うんだぜ。原発か。なんかここ最近原発反対とかいっぱい言う声あるけどさ、環境問題とか、構成に対してとか処理問題とかあるけど、いざ現実にこうして、電気代で家計を圧迫されたりすると環境問題とか綺麗事も言いづらくなるよね。確かに、現実問題国民の負担になってることは間違いないんだぜ。だけども処理問題や事故の際のコントロールの不安など、安全性や国民感情を考えた時に結局のところ、値上げで我慢してもらうのが妥当だろうな。正直、最近値上げや増税で生活は苦しくなるばかりなのですが何かいい話はないんですか？企業に対する補助金はあるけど現状だと、子育て支援をするってぐらいしかないな。あ、そういえばなんか岸田さん支持率が急上昇してるみたいだけど何かしたの？ふむ、最近の話で言うなら昨今の少子化に対して、異次元の少子化対策をするとして、すげえ話題になってるんだぜ。あの、異次元っていうのはよくわからんけど実際問題、具体的に何するの？具体的には大体こういう感じだな。うわ、なんかいっぱいあるね。なんか児童手当とか妊娠初期の休暇とか検診の費用とかは結構ありがたそうね。これは支持率も上がりそうだね。いや、まあぶっちゃけ批判も多いんだけどな。あ、そうなの？ぱっと見、いいことしかないように思えるけど。まず、今でもたびたび話題になる育児休暇など休んでる間の仕事や給料、ポジションなど。そういったことの問題を国がお金で補填するのか？それとも企業に罰金などを課すのか？他にも他の支援に関しての実際の予算波どっから引っ張ってくるかとかだな。え？予算ってなんか勝手に日銀の畑から生えてくるんじゃないの？おい、当初の予定だと、予算を引っ張るために大規模な増税をするという話で固まってたんだぜ。え、え？き、
聞いてないってばよ。具体的にどれぐらい上げるつもりだったの？これはいろいろあったが結構メインで考えられていたのは社会保障費を。だいたい年収600万ぐらいある人なら100万ぐらい持ってく案だな。ええ？100万？頭おかしいんじゃねえか？大丈夫？ちゃんと本当に検討した？とまあ、もちろんさすがにこれは選挙に行かない国民でも。凄まじい反論に遭い、さすがに見送り、ならば消費税か？別の税入れるか？と。そこからさらに先ほどの電気料金の値上げさらに、物価高騰で怒り爆発。まあ、そらそうなるわな。しばらく増税せず様子見とのことなんだぜ。増税はなかったけど。どうしたんだ？いやさ、確かに次の世代への支援は大事なのはわかるんだけどさ。現実問題、今の世代は毎日の電気代にも苦労してて結婚なんてなかなかできないじゃない？まあ、そうなるな。そんな状態でこんな苦しい思いをして次世代にっていう余裕になるのかなって。なんだか、憎悪っていうのは違うかもしれないけど。ここで増税っていう重荷を今の世代にガンガン重ねたら、今の20代とか30代の人たちで子供がいない世代はあまり、子供たちに良い感情を持たなくなるんじゃないかなって。そうだなぁ。子育てに否定的になることはないにしても、増税のせいで政治に対する不信感は募るかもな。だけど増税ってなるとそういう不満が世論の支持率で出るんじゃないかなんだぜ。あ、そういえば支持率で思い出したんだけど今って何パーぐらいなの？この間まで 30% ぐらいでいつ首なってもおかしくなかったよね？この間、暗殺されそうになった時になぜか急上昇して、52% で今は少し下がって 42% ぐらいなんだぜ。めっちゃ上がってるじゃん。何があったの？まず一つは、この間の暗殺未遂で危なかった、漁師偉いねっていう美談だったのと、最近あった G7 の会合でゼレンスキーが来て、日本がうまく会合を開けた。っていうのと最初に言った社会保障の増税が保留になったってのが関係してるんだぜ。まあ、でも G7 の会合ってなんか岸田さんも頑張ってんだね。G7 って具体的に何してたの？主に世界経済、地域情勢などのいわゆる国単体ではなく世界で見るものを、主要国の一堂に会して話し合い方針を決めていくってやつだな。環境問題。え？まさかコオロギとか来ないよね？どちらかというと最近は LGBTQ とかの問題の方がありそうだけどな。え？何その呪文？トランスジェンダーって言われるもので性自認が男だからとか女だからってやつだな。え？そんなの個人の自由だし人の迷惑にならない範囲で好きにすればいいんじゃない？そうだとよかったんだけどな。最近になってこの LGBTQ の人に人権をって活動やポリコレなんかが活発になってきて問題になってるんだぜ。人権ねえ。まあ日本でそんな明確な差別ってあるの？具体的には公衆トイレにトランスジェンダー用がないものがダメらしい。そんなん、男なら男、女なら女のところでいいやん。最近だと歌舞伎町のビルで問題になってるな。うわ、なんというかこういうのマジでやるんだね。え？これって全国に広がってくの？お風呂は？個室とかどうなるの？ LGBT たちの言い分だと全部私たちに配慮すべきとのことだな。こういう性的弱者とか少数派の人って、なんか声上げて本当に求めてるのは一部だけな気がするんだよね。友達にそういう人が前いたけど普通に堂々としてたし、特別措置なんて求めなかったし。こういう措置っていうのは配慮してあげてるもので義務とかすべきとか。そういったものでもないし権利とか義務にすると日本で LGBTQ の人たちやべえやつとか。なりそうだから逆効果な気がするよねー。正直ここに関してはこれからの時代というか世論次第なところがあるなぁ。というわけで、最後はこれだな。え？何これ？立花案件ですか？んな案件あってたまるか。多分、皆さん一度は聞いたことがあると思う NHK という組織なのだがここ数年で受信料で揉めてたり、2倍の割増料金を請求できる制度ができたりしてたんだがこの度、物議を醸してるんだぜ。組織運営のお金ってどういうことですか？今回、すげえ長々と書いてあるので抜粋すると、NHK はすげえ公的価値があるよね？だからこれは市長の価値ではなく NHK のための、特別な負担金なんだよって感じだな。いやもう特別なんてウェルタースオリジナルで間に合ってますんで、今時あんまり見る人もいないだろうに、廃止しろとは言わないけど全国民から強制で払わせるって制度はもう、限界な気がするし希望者だけで運営していけるように、
時代の舵取りをしていく時が来たんじゃないかな。そうだなぁ。NHK に関しては変革の時期なのかなとは思うんだぜ。というわけで今回はこの辺なんだぜ。なんか今回いろいろ解説したね。そうだな、言い訳になってしまうがここ最近忙しく、なかなか更新ができず申し訳ないんだぜ。私としては今の世論や情勢解説したい時事ネタで溢れ返ってるので、また一つずつみんなに出していけたらいいなと思ってるのでこれからもひっそりとよろしくなんだぜ。あ、というわけでこのチャンネルでは結構変な話から、税金に、病気やバッタとか幅広い時事ネタを取り扱ってるのでもし少しでも興味を持ってくれたら、最後にグッドボタンを押していってくれると私がめっちゃ喜びます。それじゃあまた見てゆっくり。